マーカス・ダレル・ウィリアムズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のバスケットボール選手。ポジションは、ポイントガード。191センチメートル、102キログラム。オークヒルアカデミー高校卒業後、コネチカット大学に進学。1年目の2003から04シーズンは学業を優先させたこともあり、出場した試合は16試合に止まった。翌04から05シーズンには、 先発に定着、毎シーズンのアベレージ2.9得点から9.6得点と、飛躍的に数字を伸ばし、ビッグイーストカンファレンスのミップを受賞した。05から06シーズン前の夏、ウィリアムズは、同行の量から盗まれた機材を転売しようとしているという権利をかけられ、シーズン序盤数試合の欠場を強いられたが、復帰後は12.3得点8.6アシストの、 成績でチームを牽引し、チームを NCWA トーナメントのエリート8進出に導いた。2006年の NBA ドラフトにて一順目22位指名でニュージャージーネッツに入団した。ルーキーポイントガードの中ではトップクラスの実績と実力を持ってはいたものの、同ポジションにはジェイソン・キットがいたためベンチスタートとなった。与えられた短い出場時間の中で、 存在感を示したウィリアムズは、オールルーキーセカンドチームに選出された。2年目は、故障に悩まされ、思うように成績が伸びず、オフには、チーム再編のためゴールデンステートウォーリアーズに放出された。ウォーリアーズではほとんど出場機会を与えられず、シーズン中に解雇される決めにあい、その後も NBA には定着できなかった。2009年3月、 バロンセストスペリアナショナルの旧ブラジラスパイレーツと契約、シーズンの前半プレイした。オールスターゲームにも出場し、MVP に選ばれた。2010年8月、ロシアの BC エニセイクラスノヤルスクと契約した。2011年8月、中国プロバスケットボールリーグのチャンスドラゴンズと契約。以降も、海外リーグでのプレイが続いた。 2017年9月26日、サクラメントキングスとトレーニングキャンプに関する契約を結び、NBA 復帰を目指すことになった。ありがとうございます。